皆様、こんにちは。本日は文化庁メディア芸術祭の受賞作品、その他の協会にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。来年2月から、2月に行いますメディア芸術祭の発表会ですけど、決定段階ですけれども、もう第17回、国立新美術館に会場が移りましてから8回目を数えます。毎年ますます盛大に、また内容も充実して、さまざまな受賞作品に私も接することができますのは大変嬉しいことでございます。またこの分野が、今の河村師匠のお話にもありましたように、現代日本が誇る、世界に誇る文化でございまして、よくこの分野についてサブカルチャーという言葉が使われるんですけど、私はもう一貫して、実はもうこれは日本のメインカルチャーだということを言ってまいりました。まさに明治とも日本を代表する文化だというふうに位置づけたいと改めて考える次第でございます。今年もお聞きした、これからまあご紹介があると思いますけど、お聞きしたところでは素晴らしい作品、しかも海外に